メルセデスベンツ W196 をドライブするファンマヌエル・ファンジオ1986年のニュルブルク・リンク1955年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第6回大会である1月16日のアルゼンチンで開幕し9月11日のイタリアにおける最終戦まで全7戦で争われたファンマヌエル・ファンジオが連覇 自身3度目のタイトルを獲得した。メルセデスが再びシーズンを支配し、カンジオが4勝、新たなチームメイトのスターリング・モスが1勝を挙げた。フェラーリはモナコにおいて、メルセデスが故障、ランチアのアスカリがクラッシュ、海に落ちた後、モーリス・トランティニアンが優勝した。アスカリはこの事故で、どうにか無事であったが、4日後モンツァにおいて、スポーツカーのテスト中に、事故死した。 6月11日に行われたルマン24時間レースで大事故が発生。ピエール・ルベート80名以上の観客が死亡し、フランス、ドイツ、スイスグランプリがキャンセルされた。モスがエントリーで勝利し、タイトル争いはモンチャの最終戦まで持ち越された。モスは最終戦で故障のためリタやタイトルはファンジオが獲得した。ありがとうございます。